どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日はですね、ちょっと先日面白いことがありましてですね、ちょっとそれを踏まえて皆さんのまあ身近でできる国際交流、このガズレレでですね、なんと、世界の方とすぐに仲良くなれるよということをちょっとね、今日はシェアさせていただきたいなというふうに思います。皆さんガズレレでウクレレ楽しんでいらっしゃってくれると思うんですけど、世の中どうですか。観光地とか行ったら今行楽シーズンというのもありますけど、この間もね、東京にガズレレの日のイベントということでね、行ったんですけど、渋谷行ったらもう本当にね、インバウンドというか、この外国人の、観光客の方とかね、もう、たくさん、いらっしゃってですね、やっぱそうだよな、というふうに思うんですけれど、きっとね、日本中、すごくいいところがやっぱ多いですから、世界的に見てもね、紅葉も綺麗だし、空気も綺麗し、街も綺麗でね、美味しいものもたくさんだから、それは世界中の方が今、これドルと円の関係もあってですね、すごくこう、いらっしゃってくれるというふうに思うんですけど、せっかくそういう方が来てくれている中でですね、なんかね、つながりが持てないかなと思っても、なかなか持てるもんじゃないですよね。それはなかなか言葉もね。いろんな国の言葉があるということなんですけど、そこで登場するのがですね、音楽なんですよ、皆さん。はい。ちょっとこの話、面白い話なんで、お耳を拝借、させていただきたいと思うんですけど、11月11日のこのイベント、ガズレレの日のイベントが行われて、もう大興奮の後、スタッフとちょっとね、お疲れ会みたいな感じで食事して、最後二人でハニーさんとですね、渋谷のね、飲み屋さんでちょっとね、乾杯してたんですよ、二人しっぽりとね。それが渋谷横丁っていうね、ガード下みたいなところでね、こう結構カジュアルな飲み屋さんで飲んでたらですね、たまたま隣に外国の方が座られてですね、でその方がですね、店員さんを呼びたいんですけど、なかなかうまく呼べないっていうことがあって、これね、文化の違いなんですよね。欧米人の方ってね、ちなみにお隣に座った方はオーストラリア人のご夫婦だったんですよ。でなんかね、呼びたいんだけどみたいな雰囲気だったんですけど、欧米の方って店員さんをなんかこう大声で呼ぶっていうのはすごくマナーが悪いとされているんです。皆さん知ってましたか？だから僕たち日本人がですね、ヨーロッパとかアメリカとかね、オーストラリアとか行って、ヘイヘイとか言って、なんかお願いしますとか言ってやると、すごくやっぱマナーが悪いっていうふうに言われてます。なんで、日本のね、日本だと居酒屋さん行ったら、ああ、こっちこっちとかいう感じありますけど、そういうのがちょっとで、僕がね、その店員さんを呼んであげて、こちらの方がご注文、したいみたいですよ、みたいな。で、オーダーしていただいて、ありがとうね、みたいな感じで、仲良くなってですね、いろいろ話していたんですね。そしたら話の流れで、オーストラリアから来た一週間日本を観光されてるというね、ご夫婦だったんですけど、話していたらですね、そのお方はですね、なんと、世界的な格闘家のご夫婦だったんです。すごい有名みたいです。男性の方はですね、ベンさんという方で、この方また運命だなと思ったんですけど、このベトナムでね、ガズレレのウクレレってこれベトナムで作られてるね、ホーチミンで作られてるんですけど、その方は、実はそのベトナム出身アメリカ人で、ベトナム人なんですけど、ずっとアメリカ育ちで、で今もオーストラリアに住んでらっしゃるという話だったんですね。で MMA という総合格闘技のもう現役バリバリのもう世界的ファイターだったんですよ。びっくりしました。顔は優しいけど腕はもうバッキバキで、もうそりゃそうですよね。MMA って格闘技詳しい方はわかると思うけど、もう最強にやばいやつですから。で彼の試合とかもそこで見させてもらったんですけど、YouTube 便利ですよ、その時に。すごかったです。ちょっとね、そのね、模様も概要欄に貼っておきます。そのベンさんがですね、もう、その戦ってる様子がすごいんですよ。で、かたい奥様はすごい美人な方だったんですけど、そのボクサー、奥さんは、今、先言っちゃった、ボクサーなんです。奥さんはボクサーだったんです。プロボクサー。で、今は、トレーナーみたいな感じのことをやられているらしくってですね、エイプリルさんという方だったんですけど、その方もバキバキのもうプロボクサーで、もう、試合の、映像が YouTube にもいっぱい上がってましたね。で、もう仲良くなっちゃって、意気投合して、僕、ウクレレで、音楽やってんだ、YouTube とか言って、そっからが面白くってですね、こっから皆さんね、もしそういう機会があったら、これ試していただきたいなと思うんですけれども、ガズレレ公式ホームページが皆さんあるんですけど、知ってますよね、もちろん。はい、公式ホームページがあって、で、概要欄にね、リンク貼っときますけど、洋楽いろいろというページがあるんです。ちょっとスマホからのやり方でいくと、この右上のところを、クッと押してもらうと、ここに、ガズレレ YouTube 完全ガイドっていうのがありますね。で、ここを押してもらうと、その中に洋楽イングリッシュソングっていうところがあります。そこカチッと押してください。そうするとこんな感じでバーッとガズレレ YouTube チャンネルレッスン動画取り上げている、曲名とかこうやって出てくるわけですね。これめちゃくちゃ曲数ありますからね。この洋楽イングリッシュいろいろという、ページを
概要欄に貼っとくんで、まあ、そこを見てもらうというか、もしね、皆さんちょっとじゃあ想定しましょう。街で、なんかたまたま隣になった方と外国人の方となんか喋った時あったとして、あ、そういえば、これがいいと思います。Do you like music?はい。これは誰でもわかりますね。あなた音楽好きですか?これにね、ノーという人はなかなかいないです。で、音楽が好きだっていう話で、私音楽が好きなんですというのはね、皆さんガズレでこうやってやってくれてるからわかると思うんだけれどもさ、なんか、I like music, do you like music? みたいな感じで、もうそんな日本語英語でいいですよ。そうすると、sure とか、of course とか言ってね、乗ってくるんですよね、大体。その時に、ガズレレのそこの洋楽のところをこうやって見せてあげるんですよ。この画面を。そうすると、その方たちが、Oh, I like this! とか言って、もうその、すごい曲、その中にきっとあると思う。ガズレレでも洋楽めちゃくちゃ取り上げてますからね。で、あわよくばですけれども、ウクレレ持っていたらね、簡単な曲だとできると思うけど、これがすごい素晴らしいことにですね、相手の方はその曲歌えるわけです。で、こっちは演奏できるんですね。なんで、まあ、その時すぐ分かればいいけど、まずはそこをクリックしてもらうと、もちろん YouTube に飛ぶじゃないですか、ジャンプして。そうするとですね、ガズさんのレッスン動画が現れて、そこで、下のが、その動画の、概要欄の下にあるところに、簡単版かっこいいバージョンって一応全部の動画にね、だいたい時間がついてるんです。まあ、そのだいたいかっこいいバージョンをピッと押して、こんな感じで動画を見るわけですよ、お互いに。そしてですね、こう一緒に歌って、僕この曲弾けるよ、今度一緒に歌わないみたいな感じで、その間こっそり次に会う、もし次に会う機会があればこっそり練習して、一緒にセッションすることもできるし、あわよくば、一緒にやらないって、こう、もしね、継続的な関係ができそうだったら、あなたが、その、外国人を、方に、こう、レッスンをする。こういうことも可能かなと思います。ちなみにですね、すごくいい映像があるんです。話は戻って、その渋谷のね、イベントの時の、その出会いがあったじゃないですか。で、同じようにやったわけですよ。僕が、ウクレレやってんだよ、つって。まあもちろん、英語ですよ。英語で。こうやって、このリスト見てよ、みたいな感じだったら、もうその、ベンさんとエイプリルさん、一緒にね、このなった、お二人はですね、もう目をキラキラさせて、もう、あ、この曲好き好きとか言って、こういう風になるわけですね。で、ベンさんが一番目が輝いたのは、ブリンク182っていうパンクバンドと、メタリカっていうね、こう、激しいバンドがあるんですけど、おメタリカとか言って、そこで盛り上がって、その再生してですね、二人でこう見てたらですね、もうみんな歌い出してですね、もう僕も歌ってて、そのね、決定的瞬間がですね、捉えられて、ハニーさんがいいタイミングで動画撮ってくれたんですけど、ちょっとガズがすげえ酔っ払ってテンション上がってるんでね、もうイベントが終わった後ですからね、ただでさえもうテンションがすごいのに、そんなことがあってですね、まあテンションが高いんですけど、ご覧になってください、どうぞ。やばくないですか。Kill me much more from the weather。 いや嬉しいな。今渋谷でメタリカで盛り上がってます。ちょっと挨拶してよ。 Say hello。 Hello Ben 10 MMA here with Gaz Ultimate ukulele player。 Awesome Ben MMA のスペシャリストです。まさかの。でこっちはお互い撮ってる素晴らしいボクシング、ボクシング、ボクシング、いやーやばいです。渋谷で世界交流してます。イエーイイエーイ。ありがとうございます。ましたか。あんな感じで盛り上がれちゃうんですよ。ウクレレないのに。だからあの時ウクレレ持っていけば、ガズさんもこうやって、まあね、弾けたなと思うんですけど、まあ、ちょっとそこまではね、ウクレレ持っていなかったんですけど、まあ、ああいう、酒場でね、いきなりちょっとジャカジャカやるのも、まあどうかと思うんですけど、まあまあ、ああいうことがあって、きっかけがあって、してもすごい仲良くなってですね、で、オーストラリア来てよとか言って、まあ僕も長野県に住んでるわけで、渋谷にね、あそこで出会ったの渋谷だけど、僕は長野っていうところ住んでるんで、長野とか言ってやっぱ知ってるわけですよね。だから、じゃあお互い今度行こうね、みたいな話をして、本当にオーストラリア行っちゃうかもなーっていう風に、そのぐらいの関係に なるっていうか、やっぱ音楽があるっていうだけでこんなになんか近づけるっていうか仲良くなれるなーという風に思ったんで、これはぜひみんなにシェアしたいなと思って今日この動画を撮ってるわけですよ。なんでまあまあそういう機会があったらぜひね、I like music, do you like music? というこの一言からですね、こうやって私やってるんですけど、こういう曲だったら私もできるよと言ってやっていくのがいいと思うんですけど、それにしたってね、まあ
洋楽もいろんな洋楽があって難しい曲もあると思うんで、今回ですね、特別版としてね、入門コード4つだけで弾ける洋楽を集めた、ページを作りました。はい、概要欄に貼っておきます。これを見てもらうと、まずね、コード4つだけでこの洋楽、もうびっくりしたんですけど、数も。めちゃくちゃありましたね。洋楽ってね、基本的にコードは結構簡単なんです。まあもちろん、難しいのもありますよ。なんだけど、コード4つだったら、ひとまずはね、すぐできるわけじゃないですか。で、自分もすぐできて、その相手の方も逆にすぐできるし、知ってる曲だったらもうすぐセッションできるからいいかなと思って、こういうことでですね、やっぱりちょっと、ただのね、ハローとか、どっから来たんですかとかね、そういう会話の次のステップに行くと、好きな音楽とか、それ音楽セッションするっていうのは、やっぱりね、次のね、やっぱりそのレベルに行けるわけでございます。だからね、まあ本当これから旅に行くときは、ウクレレ持って行ってですね、なんかあったらこう、ちょっとこう弾くとかね、例えばブルーノマーズというミュージシャンの、Just the way you are という曲があったりするんですけど、この曲なんて、なんとコード3つだけですからね。When I see your face, not a thing that A minor, not yet. Chords got amazing F, just the way you are.感じでですね、洋楽ってね、コード3つとかやつで名曲いっぱいあるんですよ。これをちょっと、やるだけで大セッション間違いなし。まあでもそのね、相手の方もね、いろんな世代とか国が違うんで、やっぱ好きな曲それぞれ違うと思うんですけど、でも例えば、東南アジアの方も洋楽を聴いてますから、めちゃめちゃ。なんで、あんだけリストがあったらですね、何か好きな曲があるか、そっから何か国際交流。やっぱり国際交流ってそういう目の前の一歩ですもんね。それぞれの人がやっぱ交流するからいいわけで、なんかすごい人が交流しててもね、あんまりこれは実感ないけど、やっぱ自分自身が国際交流してるなと思うと、なんかすごく世界も広く見えるし、音楽ってそういうのつなげてくれるんですよ。すごいですよね。だからガズレレも洋楽をたくさん取り上げておいて、まあよかったなと、まあこれからね、やっぱどんどんもっとよりグローバルな世の中になっていくときに、なんかこういうですね、きっかけがあると、めちゃくちゃいいですよ。皆さん海外旅行行くときももちろんすごくいいと思います。旅レレとかね、持って行ってください。旅レレ知ってますか？はい、ガズレレでこれリリースして、まだねちょっと皆さんもうちょっと、もうすぐお手元に届く方もいると思うんですけど、これですよ。これをリュックにさっと忍ばせるときなんかね、弾く、なんかこういうのをきっかけにですね、こう、お友達になる。お友達ってこういう字を書くんですよ。お友達、世界中に増えていくと素晴らしいなと思ってですね、まあ私のこの体験談をちょっと話させてもらったんですけど、ところでその、オーストラリアに、から旅行に来ていたベンさんとそのエイプリルさんもすごい活動されてて、まあ本当にちょっとお二方のね情報も概要欄に、貼り付けておくんで、ちょっとチェックしてみてください。格闘技好きの方とかも本当必見ですから。いやいや、そんなまあめくるめくことがあったんだよということで、今日ちょっとこの話をさせてもらったと思うんですけど、まあそれを除いたとしてもちょっといいタイミングでですね、実は明日から、旅に出ます。ガズ旅、ガズ旅っていうシリーズ結構やってて、秋の旅に出かけようかなと、どこに出かけるかお楽しみにしておいてください。そんでも一応ね、毎日何かしら動画を撮ってですね、でなんかその総集編みたいな旅の全貌をちょっと後日アップロードするという流れになると思います。ということで明日からですね、旅の動画がちょい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 上がってくるというふうにお待ちください。そしてふと気づけばもう11月もね、もう後半に差し掛かっているわけですけど、クリスマスですよ。クリスマスソング今から練習してください。だってもう慌ててやったってやっぱりなかなかね、気持ちよくは弾けないかもしれないから、クリスマスソングをまとめているページ概要欄に貼ってます。概要欄今日盛りだくさんですからね。はい、クリスマスも今から練習したらいいですよ。今話題のこのガズメロ、ウクレレでメロディーとか、まあ、こんなのも、はい、ガズメロのシリーズもありますからね。歌ってメロディー弾いて、こうやってやってみてくださいと。これからね、秋から冬にかけて寒いなと思うけど、音楽があれば、人とも繋がれるし、クリスマスでも盛り上がれるし、ホットになれますということで。そしてですね、今日から、Gラボのウクレレたち、このアンプとか G ソリッドとかも、いろいろ、もうフルラインナップで、販売と予約がスタートになってますよ、Gラボのウクレレたち。最強最高のウクレレ、弾けば弾くほどどんどん良くなってくる、育っていく素晴らしいウクレレになっております。ウクレレビルダーモジャ川上氏がですね、もうベトナムで一本一本丹精込めてオールハンドメイド、オール単板ですからね、めちゃくちゃいいウクレレ生み出しておりますので、ぜひ概要欄に貼ってあるホームページの、ウクレレのページ見てみてください。よろしくお願いしますということでございます。はい、なんでまずはですね、そうだね、コード4つの洋楽の曲1曲ぐらいは覚えてすぐ弾けるのがいいよね。なんかパッパッと弾き、なんかね
なんかもうそういうのいいじゃないですか。クリスマスソングとかおすすめですけどね。あの世界共通だと思うんで。はい。そんな感じで、なんかそう、ワクワクするこれからの未来をね、描いていきましょうということで。はい。引き続き、カズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。それじゃあね、バイバイ。